はい、皆さんこんにちは、司法書士の吉村です。今日はですね、相続登記の義務化についてお話をさせていただきます。相続登記はですね、令和6年4月1日から、義務になります。今まではやらなくてもよかった任意になってましたけども、これからは必ずやらなければならなくなります。その理由はですね、日本の全国に所在不明土地問題っていうのがありまして、誰の土地かわからない土地がたくさんあるんですね。広大な土地が所有者がわからない状態になっていて、今、国でもいろいろ調べたりしてるんですけれども、そもそも相続登記が義務じゃないことが、この原因になっているんじゃないかと、言われています。そして、まあ、遅ればせながら、令和6年から、相続登記義務化になりました。相続登記の義務化はですね、これから相続が発生する方はもちろんですけれども、すでに相続が発生してしまっている方、この方についても対象になります。平成の時代、もっと昭和の時代に亡くなってそのままの名義になっているおじいちゃんおばあちゃん、もっと上の世代の名義になったまま放置されている土地建物はございませんでしょうか。一度確認してみることをお勧めします。知らなかったでは済まされない、そんな改正になっております。令和6年4月1日から相続登記は義務化されるんですけれども、なかなか相続登記ができない、場合があると思います。実際遺産分割の協議をしたんだけども揉めてるとか、誰が取得するか決まらないとか、そういうのいっぱいあると思うんですけども、そういう場合でも、過料の制裁、罰金が免除されないんですね。そこで相続人の申告登記っていうのが新たに創設されました。これはですね、相続人が、申告することによってですね、私が相続人ですよってことを登記することで、一応まあ相続登記をしたという、申告した人についてはそういう扱いになって、そういった罰金が免除されるという、そのような、救済策も設けられています。中にはですね、田舎の方の土地でそんな土地いらないよっていう人もいるかもしれません。そういう場合でもですね、国が、そういった土地を引き取ってくれるって制度ができました。で、相続登記をして一定の要件を満たせば、国の名義に、なります。まあ細かい要件がいくつもありますので、詳しいことは、司法書士にご相談ください。相続登記が義務化されます。相続登記は、誰に頼んでいいかわからないっていう方が結構いらっしゃるんですけども、司法書士に頼んでください。登記は司法書士です。司法書士っていっぱいいるんですけども、私は辻堂で、司法書士をやっておりまして、ぜひ私にご依頼いただければ迅速に対応させていただきます。よろしくお願いします。日本全国どこの土地でも建物でも登記することができます。オンラインで今申請するようになっています。田舎の土地だからそっちの司法書士に頼まなきゃいけないってことはありませんので、どこの土地でもどこの建物でもご相談いただければと思います。で、書類についても、どういう書類が集めなきゃいけないとか、細かくご説明します。不足書類があれば当事務所で取ることもできます。ぜひご相談いただければと思います。よろしくお願いします。